それでは始まりました、のんのん。ノスピタル。お相手はのすけと。D のんちです。よろしくお願いします。この間のね、はい、あの、オレンジジュース飲み時についてね、話した。僕は本当にやっと話せたんですよ。で、まさかの、D のんちさん別の理由で甘いもの立ちをしてたから、ちょっと、まとめますけど。はい、ちょっとその一般におけるオレンジジュースじゃなかったので、はいはいはい、ちょっとブレちゃったんですけど、はい、でまた別の日にねあのラジオを聞いた人ともあるから、はい、オレンジジュース大好きだって人がいて、はい、それもちょっと話ブレるんですよ、はい、好きとかじゃなくて、はい、普通の人たち、はい、オレンジジュースいつの、はい、飲み時かっていう話で、はいはい、あの次聞きたいんですけど、はい、これも本当です、はい、ゆで卵ってゆで卵、はい、食べますゆで卵食べます？食べます。だから、いいっすよ、食べます。言っていただいていいんですよ。まず好きですか、ゆで卵。僕ね。あ、ゆで卵食べたい。俺でもね、卵っていうものには敬意を表してて。すっごい好き。卵自体が好き。あの、なんか命を一個っていう感覚なんだよね。なんかね、だから、はい、もう毎日卵は食べてます。はい、卵は好きです。はい。卵僕も好き、はい、ゆで卵で今さ、ね、売ってるじゃないですか、コンビニで。はい、だからやっぱ食べる。どうやってあのだから塩がついてるっていう噂をついてない。俺は別につけないで食べる。どういうこと？ゆで卵買って、はいはい、唐揚げくんみたいな気持ち。そうファストアメリカンドッグみたいな気持ちで。そうの位置にある。あるレジ横のイメージで、はいはい、レジ横じゃないとこにあるの？ゆで卵。ゆで卵もそうですよね。はい、はい。2個入りあるんで。2個入りあるんで、必ずシェアの対象にもなる。食べる？はい、迷惑だわ、それ。全然。いるって言われたら俺もういや。全然ですよ。あんな、ゆで卵、じゃ、今回は、白身。ゆで卵ってさ、ちっちゃいと思ってるんですよ。まあまあ思ってるよりかは、うん、で卵ってきついよ。あの落とすとすげえでかいの知ってる？はいはいはい、はい、あの生卵を割ると落として割ると、そうするといくらやっても掃除が終わらないぐらいなんか生命の神秘を感じあのコンコンって割ってかけようとするときにボロロロロって出ちゃう時があって、はいはい、その時にやっぱ生命のデカさ、でけえなと。全然だよ。いくら拭いたってまだあの透明の部分がネバネバと。この世への執着がすごいね。それをゆで卵だとカーって食えるわけよ。食えるじゃん。やりましたと。お前を食ったぞと。生命。一生命よ。一生命。今ね、人殺しとかダメな時代だからね。うん、殺せないですけど。うん、まあ、僕は前世多分ついガンガンやってたと思うんで、それが今の現世の。どっちですか？白身ですか？はい、どういうこと？君ですか？どういうこと？だからうまそもそもうまいんすか？うまいから食べてる。今もほとんど今うまい出てきてないですよ。うまいを超えてるね。目的がだから食ってうまいじゃなくて、はいはいはい、超えるだから、はいはいはい、食っていうのは、綺麗、うん、素敵、うん、美味しいの上に超えるっていう。超える。そこで食べてるね、リーランチはね。食は、ゆで卵。そうそう、みんな美味しいと思われちゃう。うん、みんな、まあ、大体。いや、もうすごい美味しい。うん、今まで食べたことない。うん、大体そう。だってその上に超えるっていうのがあるのよ。上級国民しか、付加価値使ってない、超えるの。別の価値がつくんですか、そう。でもまあ、あれなんですけどね。じゃあみんなが美味しいだの、うん、美味しくないだのって時、うん、くだらねえこと言い合ってんなぁと思って聞いてんの。あ、ボキャブラリー。あ、まだ超えてないな。そこまでか。でもさ、これを超えるって言ったってピンとこない。ピンとこないの。でもあるのね。だから教えないけど、ね。あるのね。普通は、うん。そこ超えるだろうって俺は心でいつも言ってる。うん。うん、そこ超えるだろう、お前。ほら、今回も俺がゆで卵を食べるときいつですかの質問にもう、一般じゃなさすぎて。超えるの概念でいかれちゃったらもう。オレンジジュースも超えてくるしも。卵はね、ちょっと言いたかった。でも卵すごいのあるのね、もともと卵すごいの。卵に対する、うん、もうなんかね、食って強いの。卵に魚がなぜいいかっていうと、はいはいはい、全部を食べるじゃない。はい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 。だけど肉ってさ、うん、そこの部位だけだよね。なんか全部がいいらしいの、うんうん、食ってもってなんか、うん、その全部っていうのがいいらしくて、その観点からいくともう卵そうだね、もう生命丸ごとだもんね。
で、簡単じゃん。ギリ皮ぐらいだもんね。だから、うまいだの、塩つけるだの、そういう話じゃないんだよね。で、ゆで卵の話じゃないですか。で、卵料理的には、順位的には、それはやっぱり高くはない。ですよね。僕の中では一番目玉焼き、卵焼きとかいろいろあるけど、僕はもう目玉焼き一番好き。いや、いいですね。もう、毎朝僕はもう目玉焼きを食べる。いいですよね。いいです、いいです。目玉焼き。一番好きなのが目玉焼き。いいですね。だから卵料理は僕も好きなんですけど、ゆで卵ゆで卵好きっていう人います？でもね、やっぱね、なんか卵ってわりかし足が速いからそうだね、これエンジニアスと一緒だな、またなんか、まあ買ったら食いますね。あれってでもさ、普通に置いとくとずっと平気らしいよ。なんていうの、どういうこと、何をするって、常温っていうの、冷蔵庫が良くない、なんか常温です、僕も常温で置いてます、そうすると永遠らしいって言う。いや、ほんと結構臭いのなんか農家の人に聞いて、あれ永遠らしいいけるよって、そうなはずないの、神秘的ですね。ちょっとへ、そうなんだと。いや、だからそのゆで卵をまずコンビニで買う人がいたんで、また2個入りでな、いつ食べてんのかなと思って、みんな今日朝食パンダと、僕目玉焼きです、朝食パンダと、はい、ゆで卵ゆでてるやつ、朝食パンはないな、そこはいいだろ、そこはいいだろ、パンの日があっても、パンはない、パンの日ダメダメダメ、ジャパンとして生まれたらもうパンは被告ダメですよ、ダメダメ、米食で、そこ最後だから、そこ最後、日本人が最後のプライドだから。じゃあもう一回言うけど、米飯の時ゆで卵どのタイミングで食うの、食べないんですよ。ほらゆで卵ってどのタイミングで食ってんですか、みんなは。でも俺ゆで卵をあのなんか線みたいなのにガシャンってキュン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 って、あれでマヨネーズで食べたい、マヨネーズやん、ほら今食べたい、わかる、マヨネーズ、今食べたい、マヨネーズです、それはもう卵サラダです。ああ、そう、はい、でも美味しいよ、コンビニの卵、まあ、ゆで卵ね、ゆで卵ね、しょっちゅう食べる。俺みんなゆで卵この話しても好き好きって言いますよ。ほらほら、そうなんです、でも食べてないんですよ全然。最後に作ったっつったら食ってないんですよ全然。で、しまいにはラーメンに入ってる煮卵のこと言ってるんですよ。だから煮卵まで入れていいんだったら俺はおでんも、おでんに入ってる茶色いのが好きなんですけど、じゃあね、僕が言ってるのはのんちが言ってる、からからいくゆで卵、ゆで卵食ってない人多いと思うよ、2年3年ほら、またゆで卵、ね、だから5個とかを食べるシルベスタスタローンみたいな食い方するんだからそういう時があるね、その、あのね、体にいいんだね、最後はもうあのなんていうの、日付があれしちゃったらやばいと思う、もう全部ゆでてポッコポコいってだから時間がない人用じゃないの、ファストフードだね、本当に食なんかに時間かけられない、ね、かけられない人が生命1個を丸の、あ、でもちょっと生命1個の話聞けてよかったです、はい、今後もこのシリーズを本当俺命を、だからさ、昔さ、オロナミン C にさ、入れてるみたいなさ、ありました、あれ2個とか入れてるやつだって、入れてました入れてました、2人はダメだもん、なんていうの、なんていうの、一気に雑、一日に、いや、2人はこのそんな殺傷したらいかんだろう、だだだ1個よ、1人1個、1日1個、次の日にたまにない、2個入れてましたね、だからその何日間かは食べないと、我慢しないで、ギリギリ300個、殺すぎ、365日300個、俺さ、もうさ、鳥って本当いないと思ってるよ、俺、自然に、自然に鳥がもうほぼいない、だってこんなに食ってるんだよ、そうだね、すごい食ってるよ、俺気持ち悪いもん、なんか焼き鳥見ると、ほんとまだいる、まだいる、まだいるって、卵まで食ってんだからね、しかもね、確かに、さよなら、はい、さよなら。